どっからどこまでが山茶碗なのか。平安時代前期頃から中期あたりに作られた、こう、碗がこう、だんだん退化していったというか、もともとそういう白子碗っていうのは、京都とかの都にこう、注文で作っていたものなんですけども、それが消費地が変わって、東海地方で作られて、東海地方で消費されるっていう。12世紀から、だいたい14世紀ぐらいまでのものを山茶碗と呼んで、それ以前のものを海遊碗って呼んだりとか、まあ、白子碗と呼んだりとかっていう風になってくるんですけど、だからだいたい時代で分けてるので、形で分けてるとかではないんですよね。ただ12世紀から結構変わってくるので、そこでまあ山茶碗の境界線にはしてるんです。だから今回の展示でも僕12世紀の、厚みの輪化碗ですとか、そういうもの。